手を出したら。油断はなしだよ。なんでこんなところに。早く逃げろ。わかった。歩けねえなら隠れて待ってろ。セラーを助けたら一緒に逃げよう。うちに返してやるからな。待って。セラーって？俺の嫁さん。未来のだけどな。パルスのルシだ。ファルシに捕まってこの遺跡にいる。助けてくるから待っててくれ。なんだよそれ。ルシを助けるってなんだよ。あいつら敵だろ。敵は助けるのになんで、なんでおかしいよ。そうだな。ごめんなバカでさ。じゃあな。あいつが戻るまで待って助けてもらう。誰があいつなんかに巻き込まれてばっかりだ。一昨日ファルシが見つかった時ボーダムに行っただけなのに、軍隊に捕まってパジされて、あいつのせいで母さんか。あ、みんな守るんだっけな。何がセラだよ。よっ。一緒に行こう。直接文句言いなよ。言うこと言わないとずっと苦しいから。
よし。あんた一体何しに来たんだ。戦いに来たんじゃねえのか。妹だ。妹？ルシにされた。パルスのルシか。ファルシに囚われているらしい。助け出す。無事なのか。あ、妹さんの使命は。その子がルシにされた時、ファルシに何を命令された。やっぱり国運を壊すとか、そういうもんか。聞けなかった。いいか姉ちゃん、ファルシは人に呪いをかけてルシに変える。ルシは使命を与えられる。その使命を果たせないと、ルシはああいう化け物になる。もし妹さんがああなってたら、いやまだでも、そう、ルシになった人間を助ける方法はね、たとえ使命を果たしても普通の暮らしはもうできねえ。永久にファルシの奴隷だ。楽にしてやんな。はっきり言え。ルシも、ルシになりそうな奴も一人残らず殺せってな。あんたのような奴がパージを始めたんだろうな。これが死骸ってやつかよ。ルシにされて死骸になっちまったんだな。Hit!
もう人間じゃねえ。倒すしかねえんだ。
主をほっといたら古墳中がこうなるのか。あいつがここを見つけたせいでとんでもねえぞ。いや、いつも死骸に。軍の攻撃が始まる前に。なんだ。パルスの烙印だ。ルシなんだよ、その子は。そう言ったはずだ。パルスのルシは国運の敵だ。ルシは処刑か。使命を果たせなかったらあんな化け物だしよ。殺すのが情けか。お姉ちゃん、セラー。一緒に帰ろうな。話せ。私が連れて帰る。姉さん。誰が姉さんだ。お前はセラを守れなかった。お前のせいで。守れるよセラ。守れるよ。だから守って。
悟空を守って。使命が、それがお前の使命なのか。分かった、任せろ。守りを俺が守る。セラも悟空もみんな守る。そうだ、私が何とかする。安心したろ。ごめんね。セラ、ルシの使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。伝説の通りか。僕頑張ったな。頑張っただと、ふざけるな。セラは、セラは生きてる。伝説だ、ルシの伝説だよ。使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。セラもそうなんだ。永遠ってことは死ぬわけねえだろ。セラは未来の嫁さんだ。ずっと一緒って約束した。俺何年でも待って未来の。何が未来だ、現実見ないで逃げてるだけだ。ねえセラ、ルシになったら何もかも失うの？何？軍隊か？まもなく女性地点に到達する。地上班、こちらの状況は？問題ない。抵抗はほぼ弾圧した。帝国通りに総攻撃だ。欠片も残した。ハルシの異物は殲滅だ。